こんにちは、美容家の夏美です。今回は朝の支度動画を撮っていこうと思います。今回はベージュやブラウン系の色味に統一したメイクやファッションを紹介していきたいと思います。スキンケアとベースメイクに関してはいつもに比べて大きく変わりがないので、どんなものを使ったか簡単にお伝えをしたいと思います。最近は季節柄肌の揺らぎがすごく気になるので、マルティナの朝クレンジングからケアを始めて、エフェオーガニックの化粧水とマルティナの乳液でたっぷり保湿を、エトポスのモイストバリアクリームで外気からお肌を守っています。で、今日はソフィーナ IP のベースケアセラムっていう炭酸の美容液をプラスで使ってみました。泡状の土台美容液で、洗顔後に一番最初に使う美容液なんですけど、乾燥やごわつきで揺らぎを感じるので、巡りケアをしっかりしようと思ってこの美容液を使っています。ベースメイクはムーのスキンエクスパートと RMS ビューティーのアンカバーアップです。これももう鉄板コンビですね。この2つを使うと本当にナチュラルでツヤのあるお肌になります。スキンケアとベースメイクに関しては詳細を概要欄の方に載せておきます。関連する動画のリンクも一緒に貼っておくので、興味のある方はもしよかったら見てみてください。はい、ではポイントメイクをしていこうと思うんですけれども、今はスキンエクスパートを顔全体に塗った状態で、 RMS ビューティーのコンシーラーは目元、鼻周り、口元などのちょっと気になる部分につけました。最初はエクセルのイルミクチュールシャドウのシナモンチャイという色味を目元のベースとして使っていこうと思います。今回目元はクリーム系のシャドウを2色使ってグラデーションを作っていこうと思います。この色味はベースとなるカラーなので、かなり広範囲になじませていきます。縦幅は眉の結構ギリギリの近いところまでのせて、横幅も目尻をはみ出るくらいまでなじませて OK です。続いて同じエクセルのクリームシャドウで、これはチョコファッジというブラウンのお色味を使っていきます。シナモンチャイよりも濃い色味なので、二重まぶた目の際に中心に塗っていきます。結構ラメ感のあるアイカラーなんですけど、ラメが大きくてすっごいギラギラするわけではないので、私のようなナチュラルなメイクをしたい方にすごいおすすめです。こうツヤのあるベースとも相性がいいかなと思います。こういったブラウン系のグラデーションはパウダー系のアイカラーで作ると結構濃くなっちゃうんですけど、クリーム系のアイカラーはかなり馴染みがいいのでおすすめです。続いてアイブロウは、これもいつも使ってる&Bのリキッドアイブロウのナチュラルブラウンを使っていきます。眉の毛流れをブラシで整えた後に、リキッドで眉頭の毛をちょっと描くような感じで埋めて、反対側のパウダーで色味を足しています。以前投稿している Get Ready With Me を見ていただくと、もうちょっと細かく眉は解説してます。続いて大好きなオサジのチークを使っていきたいと思います。これは残像という色味です。今回はチークとしても使っていくんですけど、チークとの色味を統一するために眉にもちょっと入れていきたいと思います。またこれはシェーディングとしても使えるので、今回はノーズシャドウとしても入れていきます。メリハリがちょっと出てますね。
続いてアイブロウマスカラをしていきます。インテグレートのニュアンスアイブロウマスカラです。アイブロウマスカラは使わない時もあるんですけど、シェーディングとか、陰影を入れる時は眉もキリッとさせたいので、マスカラを使って一本一本主張した眉毛にするようにしています。続いてチークなんですが、先ほどのおさじのチークを頬骨に沿うように入れていきます。今回はチークを骨格に沿って入れることで、可愛い系というよりは美人顔を作るような入れ方をしています。このチークはパウダーだけどすごくツヤが出て、しかもゴールドのツヤなのですごく肌なじみがいいです。そしてちょっと久しぶりの登場ですが、 RMS ビューティーのルミナイザークワットを使っていきます。4色ある中のシャンパンローズという色味を使っていきます。まずは目の下と目頭のところにハイライトを入れていきます。シャンパンローズは RMS ビューティーのハイライトの中で一番肌なじみがいいかなと思います。自然なラメ感もすごく可愛いです。目尻の C ゾーンと言われている部分と、チークを塗ったところの境目になる部分にハイライトをのせてます。続いて鼻筋と上唇の上と顎にもハイライトをのせます。さっきのシェーディングに加えて、ところどころに明るさとツヤを仕込んだので、かなりメリハリのあるお顔になってるかと思います。でハイライトのちょっと応用の使い方なんですけど、今日はデコルテの開いたお洋服を着るので、鎖骨にものせていきたいと思います。角度を変えた時にすごくツヤっとしてデコルテが綺麗に見えるので、この使い方すごくおすすめです。シャンパンローズは単体でも売っているので、気になる方はチェックしてみてください。続いてビューラーでまつげを上げていきます。今日は軽めに上げていこうと思います。でこの前ゲットしたアネリアナチュラルのトリートメントマスカラブラウンを使っていきます。根元に少し多めにつけるとアイラインのように強調されるので、そこを意識しながら、上のまつげは目尻がちょっと長くなるようにのせていきたいと思います。目の下のまつげに関しては、目頭の毛が長くなるように塗っていきます。むしろ目頭だけでもいいかなと思います。上は目尻、下は目頭の毛を強調することで、縦幅も横幅も目が大きく丸く見えるので、ぜひやってみてください。で続いてはリップを塗っていきます。今日のテーマはブラウンメイクなので、ラポドゥジェムのシアーブラウンというお色味を使っていきたいと思います。ちょっとラフな感じでつけたいので、直塗りしちゃいます。リップライナーとかも特に使わずに、縁取りもしちゃっていいと思います。はみ出た部分はちょっと綿棒で取りながら全体になじませていきます。ブラウンのリップを使うとかなり大人っぽい印象になるかなと思います。これでメイクアップは完了です。続いてヘアセットをしていきたいと思います。まだ髪型が決まらずに美容院に行けてないので、本当に伸ばしっぱなし跳ねっぱなしなんですけど、とりあえず軽く内に入るようにストレートで巻いていこうと思います。ちなみに今日はハーフアップにしていこうと思っていて、顔周りの毛だけちょっと動きを出していこうかなと思います。私はボブにしてからハーフアップ
ップスタイルにアレンジすることが多いんですけど、顔周りだけも動きをつけたら、その時点でもう縛ってしまって、縛った状態からちょっとずつ前髪の毛を出していってバランスを取るような感じで作っています。ヘアアクセサリーはメイクに合わせてブラウンのものを選びました。髪の毛の量が多いので結構挟む力が強いクリップを選ぶようにしています。顔周りの毛を少し出したら、プロダクトのヘアワックスをちょっと指先になじませて束感を作っていきます。なるべく細い束をたくさん作ってバランスを取りやすいようにしています。手に残ったワックスはちょっと毛先にもなじませるとバランスがいいです。あんまりヘアアレンジが得意ではない中でいつもよくやってるハーフアップのアレンジでした。続いてお洋服を選んでいきます。デコルテの開いたシンプルなリブニットです。これはフィフスでゲットしました。パンツはもうないブランドなんですけど、グーシーというところのワイドパンツで、フォーマルもカジュアルもどっちもいける結構優秀なパンツなので、もうずいぶん前に買ったんですけど今も愛用しています。光の関係でちょっとパンツの色が明るく見えるんですが、実際はもうちょっと色味が落ち着いていてセットアップみたいな感じで着れます。せっかくデコルテが開いているのでお気に入りのネックレスをつけようと思います。リボンでちょっと可愛らしさもプラスしようかなと思います。さっきつけたヘアアクセとこのネックレス、それから今つけてるリングも全部フラワーのものです。ちなみにネイルもブラウンで合わせたんですが、これはキャンメイクのカラフルネイルズの N の36番です。こんな感じでもう全身ブラウンのメイクにちょっとメリハリが出る黒のバッグを合わせて今日は出かけしたいと思います。今回はブラウン系の色味に統一した大人かわいいメイクとファッションを撮ってみました。最後まで見てくれてありがとうございました。ではでは行ってきます。またねー。